チャンネル登録よろしく。はいどうも、ワロタです。今回はこれやっていきます。編成はこの動画の最後の方にあるので、よければ参考にしてください。ここだけの話、この編成でも全然負けれます。というかほぼ運ゲーです。はい、まずは初手、上下一心打ちます。必殺は固めます。学長はほぼダフしか打ちません。はい次、勇気解と、防御割って、呪力回復して、術式上げます。次、時計、こいつは防げで必殺は固めて、味方守ります。はい五条、初手競技打って、楽しくなってもらいます。はいここ、運ゲーします。トゲのいつか打って、答えるんですが、なるべくトゲに食らわせたくないです。トゲの防げ、いつか、勇気の防御張ってるんで、ダメージゼロです。技によっては食らいます。はいここ注意、勇気と五条の必殺打ちます。打った後、トゲの防げできる編成じゃないと意味ないです。勇気がトゲの前にいることによって、ターンの最後に、トゲの防げで必殺ゲージが溜まります。そして、なんとここも運ゲーです。五条の火力です。エソーに、220万ダメージ。ここの上振れ引きます。低い時は、150万くらいしか出ません。勝つための最低ラインは、五条の必殺、勇気との連携必殺で、エソーがブレイクする時です。大体ブレイクラインは、190万だと思います。ここだけの話、200万超えないと、クリアはきついかなって思います。でも、サブのイタドリとか、五条以外のキャラが強かったら、勝てるかもしれません。はい、説明長くなりました。そして、必殺打った後に、トゲの防げで2発目の必殺ゲージ貯めます。ここも注意、最初の攻撃で、トゲが食らってしまうと、ここで耐えれなくなって、トゲの防げが打てなくなります。ここでトゲの防げが打てることにより、ブレイクが回復したターンで、五条の必殺が打てます。このターンですね、トゲには、防げを打って、トゲのターンは終わります。ここで運ゲー発動、最初からの話なんですが、混乱で技が打てなかったら終わりです。一応、混乱されても打てる場合があります。はい、サブのイタドリ登場。またまた運ゲーです。ここもさっきと一緒で、五条の火力ですね。1ターン目に定規打って、術式残せてるので、ここでもう一回、定規打つことにより、術式 120% 上がります。火力としては、必殺打った後に、残りのキャラで、エソを削れるくらいになったら、大丈夫です。はい、190万ですね。これでケチズは死にます。ここは、ブレイクできなくてもいいと思ってます。合計210万ダメージ、上振れかどうかはわかりません。そして、ここからは気合です。ハイ運ゲー発動、ここも誰か死んだら、きついと思ってください。正直、この戦いはここからな気もします。まずはこのターン、上下一心打って、イタドリの必殺貯めます。そして、五条のラストターンでブレイクさせます。イタドリは、必殺で、黒線出せるように、前のターンで集中してもらいます。このイタドリも、黒線出すか出さないかで、勝敗が決まってくるとも思ってます。そして、やっと学長が、動き出します。まずは必殺で、ヒダメージアップしてもらいます。はい、ここ注目、イタドリが、どれだけ必殺で削ってくれるか。行くぞ。おっしゃ。合計78万ダメージ。あとは、ちょこちょこダメージを与えて、勝ちです。一の隙を見逃すな。今なら俺でも、行くか。行くぞ、キャッチ。せいや。終わりだ。大絶今なら行くか。はい、ってな感じで、運ゲーモリモリ攻略でした。紫五条持ってない人とか、互いの残死持ってない人は、挑戦してみてはどうでしょうか。編成はこんな感じ、五条さん突と、必殺レベル10が、きついかなって思います。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。昨日の動画も4本出しているので、全部高評価してくれると、飛び跳ねて喜びます。ではまた。